メガビッグ12億円とかちゃっちゃいのほんまに夢ありますよね。12億やろ、どう使います？まあみんなが笑ってる顔が好きやから地球の平和に役立てたいね。なんだかいい話ですね。やっぱり笑顔って素敵やん。素敵ね、素敵。メガ、メガどうしました？いや、あのメガね、いやメガ、メガ、メガビッグ当選者出た。あのなんかメガビッグな笑顔。よろしくお願いします。中川剛さんです。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。石田ゆり子です。昨年から大変な状況が続いておりますが、今年はどなたにとっても健やかないい年になるように心からお祈り申し上げます。私も去年より笑顔でいられるように健康に気をつけて、たくさん運動して、ギター頑張って語学を勉強して日々精進していきたいと思います。ビッグの CM は毎回面白いゲストの皆さんが登場するのですが、今回は中川家のお二人が出演されています。剛さんには私の役を演じていただいて、その姿が本当に衝撃的でした。レイジさんは本当に目がとても美しくて、白目が本当に綺麗な方だなと思いました。緊張しっぱなしで、あっちゅう間の時間でしたね。リハーサルの時から芸人って声張ってしまうんですけど、ね、監督がいや、そんな張らなくても大丈夫ですよという瞬間が非常に恥ずかしかったです。いやいや、何も今日苦しい大丈夫ですかね、怒ってるんちゃうかなとか、自分自身ですからね、実際は。間もなく終わりまして、ということは怒ってると思ったんですけど、照明綺麗ですねって急に言われて、芸人やのにしか書いてなかった大女優で褒められる、うまいな、はい、芸人だらけですから。そうなんです。昔からやってるキャラクターなんで、石田さんに言われて、何かモデルはいてるんですかってすごい聞かれた。いや別にモデルはいないんですけど、東を探してるところのネジ工場で働いてる社長全体的なのを一つにまとめたのがこれですっていう、このキャラクターに関しては別に何の違和感もない、いつも落ち着くカッコやなって感じ。綺麗ですね、ほんまに。目をパッと見て芝居できなかったですね。周りほんまに芸人ばっかりで、石田さんみたいな人があんまり現場にいないんで、やっぱりパッと花が咲くってあのことないな、ほんまに緊張しました。オーラがね、違いますし、うちの兄がもう最後にポンと出てるので、そこを特に注目していただいて見ていただいてます。監督が一瞬なんで一瞬なんでずっと大きい声でみんなに説明してたから、ちょっと不安でしたけど、ね、うん、これと同じような面とこのカットでね、はい、やるコントがあるんですよ、はいはい、ありがたいですね。いつもやってるなんかコントがね、はい、そのままこうやって CM に抜擢されて、もうお笑い一色でやっていくしかないなと、お笑いで地球を救いたいなと思いますけど、救おうと思ってお客さんが入らないですね、ご時世ですからね、うん、僕ら毎年やってるんですけどね、夏に単独の大きいイベント、はい、今回はなんかちょっとなかったので、ご注文見ていただいて、我々もちょっとでも感じていただければいいなと思いますけどね。世界平和のために、地球の、ね、平和のために12億円やったらお客さんを無料で招待できる、やっぱ笑いでこう、ね、ちょっと貢献していきたいなと。5分で売り切れるんです我々のチケット。それじゃあ自慢げに言うので恐縮して自慢げに言うんです。車両1車両買って副業で喫茶店をやりたいですね。いろいろ輸送費とか考えるとやっぱりかさむんで、やっぱり12億あったら十分な設備できるから、座ったお客さんにコーヒー出してなんかキプキプして一応ね、なんか一連の動作をやっときたいなって、そこはもう貢献できるやつ。喫茶店やりたいんですよ。鎌倉あたりで朝10時から、夕方の4時まで月水金、月に1回東京出て六本木でお姉さん横に座らせて月1回だけそれやる。鎌倉なんですけど喫茶店も12億あるから、そうそう、それができるんです。去年あんなことあったからね、うん、ね、うん、あんまり宝物にしないでね、もう当たり前のことが当たり前にできないっていう、ね、辛さがあったので、今年はやっぱりこの当たり前のことが普通にできるっていう、そ
そういう世の中、世間になってほしいですね。個人的にはその現状維持ですかね。それをあと20年ぐらいできればなとは、大きい目標はそんなに持たず、じゃあ目標を確実に 100% の力でこなしていく。あとはまあ第7世代を褒めといたらもう間違いない。第7世代はすごいなって言いながら、はい、もう次でも第8ぐらい出てくると出てくるね。もう今年もね、これあたりは第8世代になってるかもしれない。そうですね、次第8の、はい、ここ先帰って若い子と喋るようにしてますけどね。先輩から頭ごなしわーって言ってるような時代でもなさそうですね。優しくゆっくり育てて、まあ、逆にこっちも勉強になります。はい、ではこれを持ちます、はい、終了して以上です。終了して以上です。ありがとうございました。平和な1年になればいいなという願いが込められた CM になりましたので、初笑いがまだの方もそうでない方もぜひ笑っていただけたらと思います。ぜひご覧ください。你好，这里是张大夫，是这张大夫，因为我认大夫是张大夫，是我不认大夫，因为我是张大夫，是这张大夫。おめでとう。すごい。ありがとうございます。メガビッグ12億ってもうむちゃくちゃやな、ほんまに。どう使います？みんなが笑ってる顔が好きやから、地球の平和に役立てたいね。素敵ね。して、あら、どうしました？いや、メガ、あ、メガ、メガビッグ当選者出た。